僕はアメリカに行ったのが58年です。最初の僕のニューヨークのショーっていうのは51年なんです。で、その時にはまだそのメタリックの作品は作ってなかった。で、まだ日本から行った日本画の材料ですか。最初はね、日本の紙、和紙を多分板の上に貼ったんだと思うんですよ。キャンバスじゃなくて。で、その上に、この絵の具、にかわで溶いて塗った作品なんです。だけども、もう全然形のないもの、作品は。完全なアブストラクションですか。で、僕のスタートは。60年代の半ば頃にメタリックを始めたんです。スプレーの。で、あれは全部アクリルなんです。アクリルの溶剤にアルミの粉を混ぜて、で、それに色がいるものは色を粉絵の方で自分で作って、で、それをスプレーしたって。で、そのうちにキャンバスにしたんです、下を。で、キャンバスにしてまだ紙貼ってました、その頃は。上に和紙を。で、スプレー。だいたい70年代はほとんど全部それ。自分でスプレーして、やったほとんど作品なんですよ。で、あれは80年っていうのはあれはラストワンなの。そういったのかな。キャンバスの上でやった作品なんです。で、ちょっとこう、濁りがありますよね。その前の作品は濁りないんですよ、もう全然。それからスプレーをやめても、オイルにしたんです。オイルペイント。で、それはいろんなテクチャを、ものによってはパレットナイフで作ったり。で、僕、オイルって使ったことなかったんです。それまでは。触ったこともないし。だから、あれ以降の作品は、もう全部オイルになっちゃって。で、作品も、いろんなものは自分で作っちゃうし。スプレーのメタリックの作品の最後のやつだと思うんです。あれか、あの後はもう変わってますよね。最初はまあ、メタリックなんて、スプレーも全然しなかったし。ある短期間に僕はどんどん変わって、これ、例えば自分が一点作ると、その次のものをしたくなるっていう。そういう性格なんでしょう。だから材料もどんどん変わってるのは事実なの。だから今やってるのはまたちょっと違うんですけど。チタニウムありますよね。チタンっていうのは角度によって、ディスタンスによって、それとライトによって、色が全部違って見えるんです。だから自分がこうちょっと動きゃ、色は全然違う色になっちゃう。自分がこう変えられるっていう。そういうので、作品はちっちゃいんですよ。このぐらいの。それを何重と並べて、壁に全部、大きな壁全部をそれに埋めて。で、その前は人間が見るときに、どうせ歩きますよね。その都度違うものが見えるっていう。そういう時代もあるんです。だそれはただ材料の方を全然変えちゃった方法。こう見せ方を。一つものをしてると人間って飽きるじゃないですか。それと、それを乗り越えたものに入りたいっていうの。だから作品と、いろいろというか材料が変わっていくことによって見方が違ってくるっていうの。空間を利用するっていうのもっと、ものよりも。だから一言で言えないんですよ。時代によって違うってこと。だから今でも、今やってることがいつまで続くか知らないけど、そのうちにもちろん次のことを探しさせだろうし。だから僕の人生で言うといろんな種類の材料を使ってます。僕の作品ってのは。見方も違うし、サイズも違うし、いろいろあるんです。だからあれはたまたま1980年の作品ですよね。だからその後の作品とかその前の作品と言われるとまた違うもんなんです。だからいろんなのがあります。だから自分でできないことは工場に頼んで、工場で作らせるのもあります。例えば、チタンなんてのは、普通の人間ができることじゃないです。特殊なものなんです。塗った色とかそういうものじゃなくて。
ケミカルが色を作るって言うんですか。アノダイズアルミナムっていう加工があるんです。溶剤の中にアルミを入れて、それに電気を通して、それによって色が徐々にいろいろな色に変わっていくっていうの。だからそれを時間でコントロールしだすと、同じ色がいくつもできたりすることもある。そういう時代もあるんです、僕は。だから全部アルミの作品の時代もあるし、キャンパスをの上にメタリックのスプレーもあるし、それも全部自分でメタリックの場合作って、溶剤を。で、自分でスプレーしたんです。そういう時代もあるし、筆でやった時代もあるんです。だから一概にはこういうものしかないってことは言えないんです。僕の場合は。年代によって自分で見れば分かってるし、人も僕を知ってる人はみんな知ってるんです。これはいつもの作品で、どういうふうに変わったかっていうことも。だから形の場合は、そこで変わってないのかな。もちろんすごい大きなものがあって、こういうちっちゃなのがいくつもこう一つの壁に何重とかけることもあるし、でそれで壁全体が作品になるとか、今でもそうやってます。だから今後ろにある見えますが、あれ黄色いの、あれつい最近なんですけど、あれはアクリルのブラシで塗ったのキャンバスの上なんです。スクエアをジョイントして、一つの大きなものにして、十文字のとこにアルミのラインを入っているわけ。で、いろんな色の形のものを壁によって数が変わっていくっていう。で、壁全体がアートを感じさせるっていうのが多いですよね、今。色っていうのはね、僕は全部、同格だと思う。クオリティは。例えば赤がいい、黄色がいいっていうのは個人の趣味であって、色自身はクオリティは同じだと思う。ただ色によって壁全体を同じ色にする場合もありますよね。壁に物をかけた瞬間にも壁自身がアートの一部でなきゃいけないと。だから壁とアートの関係っていうのは空間と物体の関係なんですよね。壁は作品をよく見せるための壁であって、壁はすごくインポータントであるという。ただこれだけがアートじゃなくて、壁もそこに含まれなきゃいけない。それによって材料だって、いろんな材料があるんですよ、本当に。水彩から、粉絵の具から、油絵から、本当にスプレーのそういうメカニカルなものまで、キリがないぐらいあるんですよね。だからやっぱりそれもこれがいい、これは悪いってことは言えないと思う。それぞれの良さがあるはずで。だからやっぱり何でもやってみたくなるんだよな、アーティストっていうのは。今度はこれでやったらどうなるっていうの。我々仲のいい友達だった、ジャッドと。我々の画廊に、グリーンギャラリーにいつも来てたんです。で、ジャッドは最後と途中からアーティストになっちゃいましたよね、あれ。それまではアーティストじゃなくて、ライターの方だったんですよ、彼。で、彼は僕のサポートしてくれた方だった。ライターとして。僕の特集をみたいに書いてくれたり。最初書いたのは彼だったんですよ。その頃あれはただ雑誌社のライターで。で、しょっちゅう来てたわけ、画廊に。で、まあ作品もあんまり大したことができないし。おかしなものを作ってたんですよ。で、ジャッドはどっちかというと、むしろ、我々に近い作品のものですよね。いや、まあ、形があるものじゃなくて。だから人によっては、あれは僕が影響された作家だっていう人も多いんですよ、アメリカで。だから早く死んじゃったんですけど。ジャッドはそうですね、死ぬまで、よく、彼と会ってましたし、一緒に食事したり、日本酒を買っていてくれて一緒に飲んだり。
2年目かなんかに、あれに選ばれてるんですよ。アメリカのニュータレント。で、なんていう、アーティンアメリカかな、あれに載せられて。で、僕は僕のステートメントを書いてほしいと言われて書いたんですよ。そのステートメントは未だに僕のステートメントなんです。そういうものから影響された人が多いと。頃の若い人は。まあ僕たちも別に、外国人だからっていじめられることはないし。で、仲間はみんな似たようなもんでしょう。だから、いい友達が多かった。やっぱり同じグリーンギャラリーですか。関係が一番仲のいい友達が多いですよね。チェンバリーも予約してます。よく知ってるっていうより、よく会ったよな、彼とは。道でも彼とはよく会いましたよね。僕は日本側の組織に我慢できなかった。入った時から芸大に。あそこは親分子分があって。で、みんなそれに従わなきゃいけないとか。学生時代に僕、学校から言われたのは、アブストラクションを書いたら奉公するっていうの。そう言われたんです。とんでもないこと言って、アブストラクションなんて。それと、外で賞をしたら奉公にする。どこでも、どんな賞でも。そういった時代なんですよ。今の嘘だと思う、日本がなんていうのは。で、僕はもう我慢できなかった、日本がね。僕はすごく良かったことは、学生時代に、僕が入った時に3年上の上級生がいて、日本がの。で、彼が3年間休学してて、僕たち1年生の時一緒には1年生はね、それが僕と一番仲のいい友達になったんです、最初から。で、彼はその3年間を本を読んで過ごしたっていうの。で、たまたま彼と話してたら、彼はあらゆることを知ってるんですよ、アートのことを。で、彼から教わったことも多いんです。で、教わったっていう歴史を、アートの。で、ピカソ、マティスとか、ああいうのまで彼から教わった。キューピズムだとか。僕はキューピズムっていうのに一番最初感動したんです。今やなかったものを作り出すっていうの、ピカソの。で、彼と一緒に生活してて、で、彼からいろんなアートのことを教わって、で、アートっていうのを作り出すものだっていうの。だから、学校はなんか頼りなくて、で、彼は奉公になったんですよ。3年生の時に。で、奉公になった時に、彼の両親の人から、純ちゃんって言うんですけど、お前は。純ちゃんを見捨てないでくださいって僕に言われたわけ。僕は見捨てるわけじゃないんだけど、いや、学校の方じゃ、僕をこうにいろんなことを教えたっていうの。それで、日本が反対みたいになってくる方向にしちゃったんだろうと思う。かわいそうだったと思う。でも彼のおかげで僕はもっといろんなことをすることを知ったわけ。学生時代からちゃんとスタジオを建ててもらって、学校から帰るうちで勝手に好きなものを作れたし、恵まれた学生時代だった。でも最後はもうとっても嫌だった。だから卒業した途端に彼女が僕のワイフ、2年下の下級生なんです。だから彼女は卒業するまで待って、卒業先2人でパッと。で、アメリカ来た。エンバシー。で、僕、行ったんですよ。さあ、どうしてニューヨークを選んだっていうの。僕は、昔はパリだったっていうの。日本は。だから、パリってのは戦争で勝った国のはずが負けてるったの。もう、お金もないし。で、アートっていうのはそういうところでは進まないったの。やっぱ、アメリカだったの、勝った国で。それで金がないとアメリカのアートはプッシュできないっていう。それに進めないっていう。だから僕はアメリカが、今後アメリカの国になるって、世界でアート。で、アメリカ選んだ。今日我々2人でアメリカに来て。で、すごく偶然なんですけど、普通じゃ来れなかったんです、アメリカに。
ビザ取れなくて。で、我々の場合は学生というのは、スチューデントビザ。何かの学校を選ばなきゃいけなかった。で、二人で選んだのはアートスチューデントリーグ。っていうのは、みんなそこで行ってるんですよ、アメリカのアーティスト。だから多分そこがいいんじゃないかと言ったら、なんのことない、おばさんたちの遊び場所だったわけ。本当に。そのアーティストなんて来るってことじゃなかった。だから僕はそこで朝サインして、すぐ帰ってうちで自分で仕事したと。だけどもそこで知り合った友達も案外いるんですよ。それからちょうどアメリカのアートが栄えるまで前だったんです。まだで現代アートがまだ始まってないような時代で、まだいやあったのは我々のもっと前のアクションペインティングの時代なんですよ、すべてが。そのうちに、ヨーロッパから来た作家も多かったんですよ。僕たちはシックスアベニューにいて、アメリカのあの当時の一番先端のアーティストが塊にいたんです、そこに。それがみんな友達になっちゃったんですよ。最初から。だから恵まれてるって言えば恵まれて、我々もサンフランシスなんて死ぬまで、仲良かったじゃん。で、作品も交換したいって言われて、トレードして。最後は僕は彼の作品撮るのを断って。で、僕が作品返してもらった。 サムは僕に最初に、そんな絵の具使わないでアクリルを使えってセット買ってくれたんですよ。まだ60年代の初めに、あの頃できたんです、アクリルが。それから僕のやつのスタジオも彼が見つけてくれて、自分にはちょっとちっちゃすぎるっていうの。我々にちょうどいいんじゃないかって。我々はまだ若くてこんなもんだ。うちの最後、うちの本当に近所のホテルに住んでたし、あれ、死ぬまで僕の中に良かった人で。サムが。そういう会った人にもいいのに恵まれてる。それから、僕が最初始めたグリーンギャラリーのオーナーってディック・ベラミン。僕より二つ上なんですよ、オーナーが。で、僕はまだ二十いくつだけ、5ぐらいかな。飲むんじゃない、5、6か。で、彼が、あれは本当にアメリカでも有名な画廊だったんで、あれから現代アートが始まるんですよ。そこの最初の我々が始まったわけ。だから、彼はもう死んじゃいましたけど、もちろん。でもいろんなことを、よくしてくれたから。絵だって日本画なんかというと、紙に描けるだけですよね、順番にこうやって。だけど、最初の、僕は自分の書を書けるとき、一日前に行って、どういうふうに書けるのか、見てたんです。さあ、彼と、モマですか。モマの、モマってモダン、ニューヨークのモダンと、あそこのキューレーターが一人来て、二人で僕の書を書けてるんです。ところが、意見が途中で、いや、これはこっちの方がいいとか始まるわけでしょ。で、それでも2日かかって僕の最初の章を全部書けたわけ。で、それを見て僕は初めて知ったんですよ。アートっていうのは自分で書けるもんだって。次の年の2回目の章の時、僕は作品も自分で全部決めて、自分で書けたんですよ。これはここにこういうふうに書けるんだって。だから、いろいろあそこの画廊でいろいろ僕は教わってありました。で、友達もいい友達がいっぱいできて、ジャッドもそうだし、フレーベもそうだし、あそこでできた友達はみんないい友達だったんですよ、僕には。今の方は制作する時間が多いですよね。最近は特にね、そういう状況なんですよ。もうコロナウイルスで外に出られないでしょ。
それから旅は旅行はできないし、こもっちゃいますよね、もう。仕事はよくできるんです。最初にアメリカ来た時から僕はそうなんですけど、やっぱりこの世になかったものを作り出さなきゃいけないっていうのは、アーティストっていうのは、あれは作り出すものなんですよ。創作。ですから、むしろ炎上してる今。作るものがなくなるってことは絶対ないと思う。もし今後はこうしたいと思ったら今してます、僕は。将来はどうなるか僕はよく知らないんですけど、やっぱり自分がしたいことはしたいです。何でも。で、材料はものによって本当に違うんですよ、性格も。で、それなりの良さを必ず持ってると。だからいろいろやってるとキリがない。やっぱり作品は自分で作るものべきだと思う。自分の作品なんだから。最後まで自分で仕上げるっていう。で、自分のものを、自分だけのものを作るべきだと思う。で、アートっていうのは、日本人は平気で真似するんですよね。昔から。その、ヨーロッパとヨーロッパの作品も同じものを作ってみたり。あれは絶対発展しないですよ。自分のものを自分で作るっていうの。アメリカ系僕はそれをつくづく感じたもん。自分で作らなきゃいけない。で、自分の作品を一旦作ったものを同じものを作ってもいいでよくないだろうし。だけどそれを一歩でも良くしたいよ。作家っていうのは。それから進んでいくには少しずつ。パッと違う変わることはあまりないだろうけど。それに全てを費やして作ったら、そんなに次の日に、パッと捨てるわけにいかないですよね。人間っていうのは。やっぱりそれからまた次の段階に移すまで時間がかかりますよね。だから徐々に。だから前と同じことを続けては意味がないっていうのは。やっぱり進まなきゃいけない。なかったものを作り出すっていうの。あれは構成ですよね、もので作り出すっていうの。で、自分の作ったものを一旦作ったら否定してもいいわけ。次の段階までそれを進めていかなきゃいけないわけ。同じものが続くわけないね、人間ってのは。と僕は思うんですよ。もっともっと良くしますけど。この次もし会うことがあったり、また違うもの、違うものがもっと進んでるかも。やってることはその方角は同じだけど、作品が全然違ってきてるって。それはそうでしょう。同じことでやるわけがないよ、人間っていうのは。だからまた違ってくるかもしれないけど、同じ僕の方法で進めていきます。